明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様です。今日はちょっとモコモコちゃんを一緒に持ちながらお送りしております。今日はですね、店頭で人気のある猫ちゃんとうさぎちゃん、うさぎ年だからねです。猫ちゃんとうさぎちゃんのグッズを紹介したいと思います。はい。で、猫ちゃんはもう猫好きな人って絶対猫グッズで揃えるじゃないですか。そうですね、何でも、はい、なのでもう安定的に猫は人気者なんですよ。はい。で、今年はうさぎ年なので、はい、うさちゃんもめっちゃ人気者です。そうですね。最初はまずこの子。なんでこれ目隠してるの？これはですね、あの首根っこっていうシリーズの商品で、はい、はいはい、つままれてる、はいはいはい、首根っこをつかまれてる、はいはいはい、っていうことから来てる首根っこという。なるほど。かわいい。なんで目隠してるの？俺の質問に答えろ。ちょっと思ってます。いや、それはもうリブハートさんに聞いてください。そうですか。っていう、こう首猫さんですね。田中さん猫好きなの？私犬です。なんだおい。なんだおい。私猫アレルギーなんで。なんだおい、やめちまえ。で、ちなみに猫アレルギーの人ってウサギアレルギーですよね。そうだね、うん、なんで私もちょっとウサギはあれなんですよ。猫とウサギあれなんですよ。ウサギかっていうよりはウサギを飼ってる人がみたいになったりする場合があるね。そんなアレルギーを持っている私ですか、はい、私もです。ぬいぐるみだったら大丈夫。大丈夫。これもですね、この猫ちゃんと同じ、はい、リブハートさんの抱き枕です。あー、枕、ただのクッション。ただのっていう方もあるけど。じゃあ可愛い、この顔も可愛くて、こう見てください、この足。ああ。ここもマジリアルなウサギみたいな足して、ね、というですね、はい、この2匹、これもめっちゃ売れてます。はい。ほんで続きは、はい、私がもうめっちゃ愛用して何年も経っている大好きな大好きなスチームクリームでございます。何かっちゅうとそれ持ってくる。いや、それはオッサンズの方ですよね。あ、そっか。ギフト対決になったら絶対誰かスチームクリーム出してますよ、ね。そう言われると、まあ、とりあえずね、あげといたら本当間違いないよ。確かに。本当にあげるのもそうですし、うん、自分で使うのも本当にもう間違いない。そうそうそう。とりあえずね、いや、自分でも持っといてね。そうです。なんなら使いますみたいなね、うんうんうん、使ったことない人ぜひ使ってください。おっしゃる通りです、はい。このスチームクリームもミッフィーが、で、これは猫ちゃんですね、はい、いたりとかするんですよ。で、毎月毎月柄がどんどん変わってくので、はい、前見た時にめっちゃ可愛いと思ってても次の月行くともうなくなっちゃってて、はいはい、買えないっていうこともあるので。わかります、わかります。本当なんかこう一期一会みたいな感じですね、はいはいはい、いいと思ったら買いましょう。私、買ってるやつは、はい、2019年のラグビーワールドカップのカンカンなんですよ。はいはい。これがね、まだなくならないうちにもう次のワールドカップになりそうなんですよ。次のワールドカップのも出たら絶対欲しいなと思ってるんだけどね、全然なくならねえ。使いましょう、ちゃんと。本当に使用頻度の問題。アンチエイジングをちゃんとしましょう。うるせえよ。いいとこ顔に塗ったらめっちゃいいですよ。はい、次が、アステンチャンネルでも、はい、ラップスさんの展示会行った時に、はいはいはい、私がもうめっちゃこれ可愛いって言ってた、はあ、東京カンカンさんっていうメーカーさんので、その時に見てもうこれは絶対に入れるんだって決めて入れたのが、はいはい、このじゃん。ちょっとそのウサギがなんか顔半分ないんだけど顔半分なくね。こういうことです。こういうこと。怖くねえだろ。こういうことです。いや、削れてるわけでこういうことです。だからちょっと横顔斜め45度みたいな。そうですね。で、これはミラーになってます。あ、小銭入れかと思った。ミラーなんですよ。へえ、めっちゃ可愛い。可愛いね。で、ちっちゃいんでポーチにも全然入るし、めっちゃこう可愛くて。で、次こっちがですね、はいはい、猫さんなんですけれども、はいはい、ちょっとこう、凛々しい、かっこいい顔立ちですね。おー、なんか独特だね。いや、めっちゃ可愛いですよね。なんでヒゲが青いのかな。これですか。剃り残しみたいな。もうおじさんみたいなこと言わないでください。これは、
ポーチになってます。あ、そっちだね。後ろこうチャックついてて、小銭入れとかに良さそうな感じですね。で、この東京カンカンさんのミラーとポーチもあったりとか、とにかくですね、今は猫さんとウサギさんがとても人気でございます。猫まとめでプレゼントとかしたら喜ばれそう。あ、そうですね。でも本当に猫グッズいっぱいでラッピングしてくださいっていう方結構います。実際いるんだ。ああ、いますか。なんか猫率はすごい高い。それあれじゃないの、猫アレルギーの人に送りつけちゃうのめっちゃ嫌なやつ。そんなことはないなやばいな。でも別にアレルギーでも嫌いなわけじゃないですから、そうですね、猫。そうです、はい、そっかそっか。そうですよ。ごめんなさいということで、今日はですね、猫さんとウサギさん、人気者2人をご紹介してみました、はい、とまだまだですね、店頭でいろんな猫さんとウサギさんがいるので、はい、はい、近い方はぜひ見に来てください。よろしくお願いします、はい、